もっと楽しむダークソウル2。こんにちは、死神 VTuber 氷水シマリンです。ドラングレイグには叩かれたいド M さんが非常に多いとのこと。そんなド変態さんをペチペチ叩いてド S の女王の気持ちを確かめます。今回使うのは古びた鞭。ゲーム開始したらキャラクターメイキング前に小さな吊るすべ石を入手します。この石を鳥の巣に置き交換で一定の確率で古びた鞭が入手できます。で、この周辺にあるので早速吊るすべ石入手します。この滝の裏側に行くとここに小さな吊るすべ石、あと錆びついた効果とか黄金松ヤニなんかもあります。そしてからのキャラクターメイキングです。筋力はあまり必要ありませんが、精神にダメージを与える技量は必要なんで、素性は女剣士で、贈り物はおそらく客からもらった治癒のシナジナで始めていきます。ド S な素質持ってそうな顔してるよね。上脱いでみるとド S っていうかただの美人さんだな。これナウゴ、わしも若い頃はあなたもでしたか先輩。松明の明かりぐらいがプレイにはいい明るさなんだよな。何言ってんだ。では早速隙間の祠エリアにあるこの鳥の巣、ここで交換したいと思います。交換の仕方は簡単で、さっき取ったこの小さな吊るすべ石ね、これを放置します。するとすぐにアイテムが来ます。主はドネティロさんです。で、このアイテムが雫石。まあこんな感じでいろいろアイテム来るんで、最初にバックアップを取っといて、で目的のものが来るまで続けていきたいと思います。古びた鞭ね、使ったし、また使ったし、来ねえよー。来た、やっと来た。なかなか来なかったな。疲れちゃったよ。まあこれで歴代のね先輩たちが引退した後捨てるとこなかったんかな。多分ここに捨ててたんだと思う。だからあるんだと思う。もう何言ってるか分かんない。おう、マデューラー。はい、こちらが古びた鞭になります。本当にただ古い鞭やね。装備条件なんだけど、筋力が7、技量が20要求されてて、まだね装備できないんですよね。今技量が16。まあでもちょっと開ければすぐ装備できるね。 R1 R2、 いい音してるね。上脱ぐとさらに雰囲気が出るね。ほら、いい声で泣け。そんなことはどうでもよくって、何の変哲もないものに見えるが、古い祝福が施されており、古い祝福で亡者に対して与えるダメージが大きくなる。下にね、特殊効果、亡者に対して攻撃力増みたいな。慈愛なのかそれとも増なのか。古い祝福がっていう表現なんだけど、これただ単に経年変化してなんかこう価値が出てきたみたいな感じじゃないの。ジーパンとかそうでしょ、ヴィンテージ。あと革物とか使えば使うほど味が出てくるみたいな。あとは楽器とか使えば使うほどオーラが漂ってるみたいな。実際に古き良きものっていうのはありますが、果たしてこの鞭はどうなんでしょうね。やべ、遊んでたら敵対しちゃった。意外と早く敵対するもんだな。これ姿勢低い敵に当たらなそう。ミドタン、ブツよりぶたれたい。嘘です、やばい、適当に振ってたら壊れてしまった。まあ装備できないからしばらく使わないんでいいんだけど。そうそう、特徴の一つとして壊れやすい。あとみんな欲しがってるんでパリーできないみたい。ほら、これが欲しいんだろ、喜んでる。とりあえずシミターでも装備して、シミタープライチだしな。ソウル稼ぎとメレンにレニガッツの鍵をいただこうかな。シミターなら結晶トカゲも楽勝。マジ楽勝。メレン、レニガッツの鍵を欲しい。せーね。ちょっとソウル稼ぎにね。レニー頼むわ。からの人んちのショトボね。修理が645。絶対壊さないでください。序盤にこれは痛いな。あ、強化光るくさび石じゃん。なるほどね。まあとりあえず
ムッチ使えないんだよな。あ、どうしようこれ。レベルアップして技量をとにかく上げないと装備できないということで、やるか。ソダン、このシミターでお前を奈落の外に落としてやろう。これ落ちるよね、おそらく。落ちない？ちょっと引っかかってんのか。引っかかってるっぽいですね。余裕、これで楽に。どう？ 1,2,3。 あー、あとちょい。これ上げよう。デーンとなったら後ろに回り、はい、ヒップアタック誘発ね。あとは何度もやってくるんで、バックを取って切っていけばいい。よしと、ついでに石の指輪使うか分かんないけど、序盤はオーガがいいソウル稼ぎになるな。技量を20に上げて、とりあえずさっき取った鉄かごと石指輪はつけとくか。なんもないしな、指輪。これで使えるようになりました。早く行かないと、予約してる客がいるんですよ。お待たせ。お、何これ。は、待て待て待て、なんつーダメージだ。ちょっとこれが欲しいんでしょ。ほら、反抗的な目ね。何これ。ある程度レベルが上がるまではジェルドラ装備をしたいと思いますが、ダメージやばいね。あ、これはこれでありかもしれない。いや、ありだな。待って待って、耐久度も半分以下になってんだけど、かなり気をつけないとならないぞこれ。何はともあれ、今軍資金が欲しいんだよね。てなわけで、竜騎兵には落下しアルバになってもらう。6 5 4 3 2 1、ダイブ。カウントダウンしてドライブ。リーシュ、いけるか。体力3000、4000、それぐらいなんだよね。一発400ダメージぐらい出れば、いや200か。これは厳しいぞ。そして耐久度やばし。持たない。立って、おし、スタブが取れるんですよ。2は無知でも。これきついな。まずこう、やばい、まず落とすでしょ。絶対これ耐久度持たない。これは無理です。シミターにして、これで押し切る。さあ来い。よっ、いや安定。安定だ。これボス一体持たないんじゃない、耐久度。うーん、これは難しいぞ。猫はもう存在が可愛い。ただ僕は猫アレルギーなんですよね、悲しいことに。にゃんこリングをまず買います。残りは生命力、あ、9か12くらいは上げたいんだよね。光るくさび石なんで、おじゃジャンプしたいんですよ。もうちょい上げたいな。ばあちゃん、火炎壺くれ。1個でいい、1個で十分。石タイル右側に2、3番目のところをまたいで、下を向いてボンバーマン。ボンバーマン、友達とやったら楽しいだろうな。友達いねえんだよな。おお、一発か。リーチを生かした攻撃、なかなかいいではないか。アルツ、おお、いい。アルワン、リーチよ。しかも火力、耐久度な。ここに修理の古墳。見て、ここの階段のところがペイトが気づくっていう感じ。頭あれ、上がったり下がったりしてる。なるほど、ここが判定のところか。NPC さ、叩いて遊ぼうと思ったんだけど、敵対する可能性あるよね。やめとこう。行くぞ、猛者特攻。これよ、なかなかの威力。ほら、しかもリーチあり。いや、もう耐久度もう半分になってんだけど、これが弱点だな。ダークソ2のね、流行語大賞、耐久度取れるかもしんない。今回はね、絶対耐久度ってね、終始言うと思う。ひや !186。R2 は223。耐久度はやばい。これ、やばい、壊れる。マジか。オーガマラソンしようかなと思ったけど、オーガすら倒せないか。
シミターに頑張ってもらうか。こう考えると剣とかの耐久度って本当いいよな。いや、このムチが弱すぎるだけだ。よし、1万ソウルぐらいあればいいでしょう。15か。いいね。多分15だと全然大丈夫だと思う。装備は全部取って、猫ちゃんだけつけときます。ホット乗って、横まで来て、あとはロングジャンプを出す。すると、いいね。オッケーオッケー。全然大丈夫。そしてここですよ。これが光るくさび石2個。懐かしい香木と。かがり火つけとけばよかった。早速強化します。光るくさび石は最大強化がプラス5。で、全部で15個必要になります。まずはプラ1。火力は297。敵対大丈夫かな？ド M プレイもね、難しいとこなんですよ。お客さんが怒るか怒らないか。怒らないで気持ちいい部分を見つける。ギリギリの痛みで攻めないといけない。しかもさ、個人差あるし、積極的にスタブを取らねば。壊れる。やっぱさ、やってみて、その職業についてみて、初めてわかるっていうこともあるよね。ぐるぐる回りながら、そしてカエルをスルーして、かがり火があったけ。じゃあ、うつの切り盛りさん方面ね。このリーチ、わかる？ジャンプある？ツー。これは何なんだ？打撃か？斬撃だってよ。斬撃か。確かに空を切ってるからな。シュン。あー、危ねえ。マジもろい。確かさ、王城方面向かって、はい、耐久度節約ね。あっちが王城方面ね。で、こっち側に来ると、ここが確か、おお、光るくさびし2個。はい、届く。素晴らしい。はい、届く。え、追う者たち。赤い涙は流す準備をしておく。後ろは来てない。首ちゃんから黄金松屋に2ついただきます。お客さん、いい声で泣くね。さて、緑化の指輪をいただこうか。来てないな。いや、来てる。すぐに逃げる。相手が探検である場合、このリーチがむちゃくちゃ生きる。ここ、こうすると、よし、来た。カエルを1匹ずつ確実に処理する。軽くオルフェニックス見えてるな。の、この右側のここ、ここに、光るくさび石。では、集めた光るくさび石で、プラス2に強化します。多分落ちれば赤涙が流せ、ちょい足りない。一応ガードもあるからね。ほのかな魔力。そして彼ね、ここの段差超えられないんで、ほっ。そこで、エンチャントすれば大丈夫です。緊張する。果たして大丈夫だろうか。耐久度が。さあ、最後の巨人戦いきます。R1、ほら、泣け、叫べ。めっちゃいいダメージ。そりゃそうだ。石流も効いてるからな。そしてラスト。おし、火力十分。耐久度やばし。危ねえ。なんとか持ったな。この方ね、めっちゃ、あー、危ない危ない。めっちゃパリしてくんだけど、パリされないんだよ。欲しがってるんだよ、このムチを。っていうか今、壊れそうでマジでやばかった。お、めっちゃ綺麗。甲虫さ、どっから集めてんですか？安いうちに買っときます。悪い笑いだ。バリスタ、模擬戦行きます。さっと避けて、一直線に走る。そして、おっと、美人さんが目の前に。しばらく美人さんを見といてください。そして数秒で呪縛者は多分死んでる。多分ね。見たことある鳥の巣。おう、客のロウ。レベルアップは技量補正あるから、技量を上げると、あれ、あんま上がんない。技量の補正が B ですね。筋力 E。 なるほど。じゃあ敵を上げて、まあ技量も上げて、スタミナ振ってみたいな感じかな。ムチって爆発しないよな。っていうか壊せないんだけど。ぶってください。ここで投げナイフ。そしてこちらにおびき寄せる。107か。結構いいダメージしてるな。じゃあムチは？いや、むちゃくちゃ強い。そしてからの樽は一発で、ちょっと怪しいぞ。おー、うまくいった。ダメかと思った。そういう時がチャンスだ。なんだお前は。ほら、
あなたの座ってるその鉄の宝箱、そこに光るくさびしがあったはず。種火やるやる、そこどいてくれ。ほらあった。これでプラス3で火力が347。はい、一気に2体。無知のいいところ出たね。使わない台掛けを拾い、そしてエンチャント、黄金松屋に。ここの呪縛者を倒す。確かね、倒すと光るくさび石がもらえたような気がする。おっと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 、さあやろうか。しっかりと食らいながら、はい、327、いいんじゃない。 R2393、はい、2発、よっと。そして R2、 このリーチ、耐久度は、いけるぞ R2、 いけるいけるいけるぞ。あ、引っかかった。はい、終わり。 OK、 なんとか倒せるな。ほらね、光るくさび石、ここは開けるとっていうか倒すと壊れそうなんで戻るか。おっとおっと危ねえ扉壊してくるんだな、あそこの犬。ここでちょっと作戦タイムだ。3体の衛兵を倒せる、いや壊れるな。じゃあどうするか。火力高いからさ、ジャンプこう、なあ、お、いける、逃さない、よっと。なんとかなんとかで、すぐ後ろ来たな。知ってる知ってる、もうじゃ特攻、お前もやってやろう。はい、確実にね。でもう一体来る。よし、炭松屋には来ないか。欲しがってるな。ザイン先輩はやる。なんたってスタブが取りやすい。ほらで一撃ね、多分。あれ、なんと一撃いかず。あるっつー、なんだ、そんな叩いて欲しかったのか。まあ無知だしな地名が強くないっていうのはわかる。っていうか地名取れるだけでありがたい。地名というかバックスタブね、リーチ長いからさ、お地蔵さん壊すにめっちゃいいんだよね。ただただね、痛いのは耐久度。あれ、あんまり減ってないな。あんまり減ってない、思ったより減ってないぞ。これはお地蔵さん壊すのにいいのでは。クズ底です。なんだこれは、お地蔵さん壊れたやつが浮いてるぞ。クズ底には小さなツルスベイシが3つあるんですよ。今からそれを取りに行きます。ここのどれかが光るくさび石とツルスベイシね、ツルスベイシね、人の像と懐かしい香木、松明補充と。危ないお地蔵さんを壊して宝箱を安全に取る。さすが亡者特攻。はい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 、並んでね並んでね。もちろんスタブを取れるときは取っちゃう。あれ、ツルスベイシー2つだっけ。まあ2つしか取ってなかったよな。なんかいいことでもあったんかい。ハマってるっていうか死んでるんだよねこれ。意外に壺の上に上がるのって珍しいよな。グレートクラブ、ついでに黒渓谷ボンファイアリット。ばあちゃん儲かってしょうがないやろ。旅商人の帽子、アイテム発見率が上がるんですけど、これ買いましょう。ショット化開通してるからはしご上がれば良き。やるか。バックアップ取ってくださいね。旅商人の帽子かぶってるともしかしたら来やすいのかもしれないということでね、やっていきたいと思う。錆びついた効果も使ってみるか。さあどうだろう。こねー、よし頑張るか。一つ気づいたんだけど、一気に2個置けば2つもらえるのかなって思うじゃん。ところがなんか、なんだろう、2つだとダメみたい。そして2つ戻ってくると。そっか、1個ずつじゃないとダメか。デーモンの大槌欲しいけどね、今はいらないんだよな。光るくさび石
うわ、星が違うんだよな。またデモのお土。ようやく戻ってきたか、我が妹よ。なかった。時間はね、7時間ぐらいかかった。一生かかるかと思った。クビちゃんから松屋に買おう3つ、あと雷壺を6個、甲虫、そして草、もちろんさっき買ったエンチャント。黄金松屋に全力だ。衛兵戦行きます。 R1 ね。いいじゃない、いいじゃない。なぜ R1 か。多分 R2 の方がね、耐久度が持っていかれるような気がする。でこちらに誘導させて落ちないようにする。よし、ここ2発いや3発。え、壊れそう。マージで松屋にして1体1本っていうことはダメじゃないですか。こっちの方がほら弱いし戦いやすい。そう、それは言っとこう。ほら壊れそう。どうする。直したとしても直しても勝てない。退散ですね。これ無理だ。間に合えば吉だが、負けを認めよう。まずは修理します。プラ3だから935ソウルかかるんだ。マジどうする。これクズ底で取ったツルスベイシー2つ使っちゃったんだよね。で隠れ港にも確かあったはず1つ。なるほど、壊せる壁が無知では壊せない。発見。3つか、3つある。よしよし、まさかまたやることになるとは。バックアップ取りましょう。来た、やっと来た、やっと。4本目来た。光る草石が今2つあるんで、2本目3本目を1つずつ強化しますか。衛兵よ、今度は負けぬ。あ、負けた後が、負けた時の結婚が。二度とそんなことはない。これはバーン。おいしいね、動きおいしいぞ今回。はい、敵は低いんでね、しっかりと。あ、壊れそう。2本目にしてしっかりと倒す。回転が結構当たるんだよな。よっと。で少しでもダメージを稼ぐために雷壺1つしか当たんなかった。まあいい、2本目、エンチャント来い。準備 OK だ。いいダメージ、ほっ、よっと。で R2いいんじゃない。ガード、ガードされるとこれ入れときたい、少しでも。でこれは落ちましょう。落ちて意外とダメージ食らってるね。はい、スカッス。今のスカッシュは良くないぞ。痛い。良くないことはずっと連鎖していく。しっかりとやりましょう。近寄った方がいいんだよね。はい、これ押し切ろう。押し切って3体目別に、うん、これぐらい効けば。おん、エンチャントいらないでしょう。ちょっとずつケツを叩いていこう。はい、一発ずつ確実にいこうかな。一発ずつであれば R2 かな。よっと、引っかかりそう。あ、壊れそう。よしなんとか倒しきった。ド S プレイのつもりがなんかド M になってない、ド M プレイになってない。しんどいんですけど。もうそんな声出ちゃうよ。あ、マックダフさん、修理お願いします。鋼塚さんだったら怒られてるな。と考えると黙って修理してくれるから実は優しい。いや、他に興味がないだけだな。次はかがり火からここ、呪縛者がここに出てくるんですが、この呪縛者がですね、光る草菱を落としてくれるはず。このリーチ、はい、
終わりです。リーチいいよな。ほら光るくさびし。レベルは技量を上げると1 1 1 1 1 2。そっか、そういう感じか。 B だもんな。まあ一旦技量を上げましょうと。そしてこの逆側、ここですね。ムチ使うのもったいないんでパンチです。結構厳しいな。呪縛者を倒したいのだが、きっつ。これきつくない？待って待って、これきついよ。一旦かがり火つけて逆からいきますか。意外とガードがいい剣について。あ、来た、来てる、来てた。やばいっす、この横振りがやばい。ういっ、いやちゃんと処理できるの処理しましょう。はい、あとここね、1 2 3。おっと、外した。よし、犬もいっとくか。なんか眺め最高なんだけど。一発二発か。オッケー、火矢打ってこうでしょう。あ、なるほどね、だから爆発たるあんのか。あいつうまい具合に落ちたぞ。じゃあやるだけよ。はい、火矢、火矢の方がちょっと強いのか。あとはしっかりと1対1やるだけよ。まずは1発2発、これ大好き。はい、壊れそう、壊れちゃった。オッケー、これも光るくさび石ちゃんと回収して、この光るくさび石で2本目の古びたムチをプラス2にします。隠し扉の、さらに隠し扉、ここが緑化層、ここにも呪縛者。こやつも多分光るくさび石系だと思うけど、さあ果たしてどうだろうね。多分光るくさび石。こっちのメインアイテムはここです。これ風海の思考、探求者ロイが身につけていた。なるほどね。でこれが耐久度が落ちにくくなる指輪です。指輪じゃないな、思考だな、思考。よく見たら指にはめるやつだな、これ指輪じゃないもんな。ついでに取っとくか、めったに来ないしな。でこっち側こうゴリゴリ行くとアイテムが取れると。この階段の下が爆発ダルで倒すっていうか壊すかがり火のとこね。金翼の盾でいいんかな、結構かっこいいよね。で最大の特徴がスペルをパリできる。やばい意外とダメージ食らわなくてセーフ。っていうか降りてすぐ来れるんだな。あ、なるほどね、こういうことか。なんか喪失者来たんだけど、これが通じる、いけんのかこれ、マジか。ということはこのよっと石壁越しに叩いていけば余裕で倒せますね。何が言いたいかって、耐久度ね。大丈夫、4本も持ってるから。ほっ、あの時間は無駄ではなかった。そう、無駄ではない。リーチよ、そちらが体験だとしてもこちらのムチはもっと長い。多分でも石に当たってるとこれ耐久度減ってるぞ。ほら、石に当たってると耐久度減ってる、ゴリゴリと。っていうことはたくさんムチ持ってないと使えない作戦ですね。うわ、スカッス。そういう時ははい、こうですよ、ロック外してね。今ならやれる。まずは一撃344344。いいね。なんかジャンプ攻撃ってあんまり耐久度減ってなくない？パンチになってんのかな。ということでいきましょう。はい、おら楽勝。2匹竜ゲット。黒渓谷攻めていきますか。風海の思考もつけてることだし、そんなに壊れないでお地蔵さんをいい感じに壊していけるような気がする。まあ今んとここれだとたどり着けるかな。どうだろう、火矢持ってるんでこういうところは燃やしていきましょう。あっちも燃えたな。このままほっときます。はい、いい感じに1匹2匹目も仕上がったね。
おお、いい感じ。リーチ。ショーテル、強い魔法の武器。これか。まあ、こやつ、頑張って倒してると塊落とす時もあるんで、美味しいといえば美味しい。まあ、まずまずじゃないでしょうか。はい。で、もし耐久度がまずいとなったら、一旦戻っても大丈夫ですんで、かがり火で、一回かがると耐久度戻って、で、この壊したお地蔵さんが壊れたまんまですんで、戻ってもよきよき。まずちょいちょい炎でダメージを受けてもろって、あんまり食らってないですね。やべ、あ、やばい、うっそ。ビクターはかがり火戦でいきますか。いい感じ、一方的。ガードもしないぞ。そしてこの威力、さあ気をつけて。はい、めっちゃ余裕なんですけど。終わりです。あ、壊れそう。大丈夫です、いっぱい持ってますんで。いっぱいね。あとこの辺だよな。あ、いた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 。倒す。で、さっさとさっさとやる。喪失者とガリーも来そうだな。無事に点火。甲虫エンチャント、黄金松ヤニで草も食べる。もぐもぐと。さあ、腐れちゃん行きましょう。腐れはこの手に積極的に当てて落としていこうかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい。いや、火力高い、火力高いんで、もうペシペシお客さんに楽しんでもらうだけだ。はいはい、火力高いんだよな。はい、もうどんどん撃っていけばいい。だが一応狙ってみるか。はっ、落ちた。いいね。さあ、あとは、はい、寂しいね。はい、終わりです。楽しんでもらえましたか。火力いいね。甲虫しぶしぶ買います、3つ。はい、値下げ期待してます。腐れをやったということはここですよ、サルバイキ。腐れ松屋に使ってみるか、たまには。やりづらいんだが、でも。はい、あ、当たってる当たってる。いって、毒になんねえかな。あ、一匹毒になったぞ。よしよし。あ、壊れそう、壊れそう。エンチャントより早く壊れそうです。 OK。 攻撃回数多いわけじゃないし、これはあんまり良い戦法ではないみたいだ。多分避けるよね。あ、当たる、当たるか。ただダメージはしょぼいです。やっぱこれでしょ。あとは耐久度ね、耐久度、耐久度が持つかどうか問題。うん、いい感じ。はい、壊れそう。もう一本あります。かがり火戦ですね、対闇霊。生命力が15ならいけるよな。大丈夫です。サルバ行きましょう。光るくさび石の宝庫だから、確かこれ3つ。ほらね、ここは1体ずつ倒していきますか。多分2発ぐらいで、よし、倒せる。 R2。 はい、届いたりしないのかな。あ、無理か。猛者特攻効いてるよな。とりあえず強いです。ここにも竜骨と一緒に3つ、じゃない、5個だ、5個。針山のところの、多分これ、違う、うわー違った、手前か。はい、串刺しです。これかな、これだね、3つ。そして剣山のこれ3つ。やばい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 っす、やばい、めっちゃやばい。このピンチを乗り切れるか。うわー虫にやられた。フリンの指輪と帰りますか。強化します。もともと1個あって14個サルバで手に入りましたね。プラ4プラ5とまだあるので、2本目もプラ3まで行きましたね。一応木の矢も買っとくか、50本ぐらい。最大強化で火力は439、プリンをつけると489。ドネティロの巣のところから王が見えるでしょ、あそこで男女の性転換ができるんだけど、あの辺に呪縛者出てくるんだよね。香木は待ってるし行こうかと思う。久しぶりだな、こっち。あ、こんなだっけ、
こういうところは無理しないで。弓ですね。結構動いて当てるの難しいんですけど。確かエストのかけらだな。エンチャントして、これオーガが気づくかどうか問題。この辺に来るとオーガが気づいて、そして呪縛者が来ない。あれ、あ、オーガ2体か。そうだった。はい、リーチリーチ、これが技です。オーガ倒しちゃった。今来るんかい。まあいい。はい、と光るくさびし一つ。ここが性転換のとこですね。やべえ、入っちゃった。新たな性に変化した。無駄に男になってしまった。戻しまーす。そんな気軽でいいのか、果たして。数秒のうちに女から男へ、男から女へ。ランマか。まあ、男からパンダ、パンダから男よりはいいのかな。今回黄金松屋にたくさん欲しいので、9個、クビちゃんから買います。おっと、キスされた。罪人ちゃん、行きまーす。まずはここ、かわしてあるっつ。502、そしてはい718、これはいい、これはいいダメージだぞ。ほっ、はい598、いいっすね。 R1 も R2 も強いね。 R2 ダメージすごいんだけど。はい、 R2、 ここは焦らない。しっかりかわして仕留めます。おけつをね。耐久度は半分ちょい。仕上がりましたね。全然戦えます。っていうか、このリーチでこの火力やばいっしょ。これでぶたれた方は悲鳴を上げるしかない。技量が40を超えたあたりで上がり渋くなりましたね。補正が B なんですよ。で、筋力もまあたまたま1上がるって感じか。だったら甲虫かな。3つください。出し絞らないでもっとくれてもいいんだよ。次のお客さんは鉄の子集団ですね。来たな、リュース。アイテムだけいただき、そして一撃を入れ、あ、壊れそう。かがり火戦しようと思ったけど、この木のところでよくない。いや、ちょっとやりづらいか。いや、いいね、いいっす、いいっすよ。こう、気をつけて、鎌も来るぞ。無慈悲なリュースよ。これが無慈悲だな。クレイトン、スケルトンの王さん入ります。まずはスタブの威力を確かめたい。しっかりとスタブを決めて、もちろんの一撃。あ、これ、 R1 でもいいな。 R1 でもいいっす。はい、だがよっと、避けるね。はい、一発よしと。そしたらスタミナ全回復にして、集団来ますね。はい。これはいい。はい、すごい火力でございます。で、スタミナ注意しつつ、車輪を注意しつつ、この辺りいいかな。はい、パシン、ほっ、今のかわし。はい、車輪先にやっときたいな。お前だ。車輪に戦闘を乱される可能性がある。車輪やっとこう。はい、よし、まず1車輪、これはいい感じだね。はい、おほほほ、いいね。はい、ラストだな。これね、レイピアでしょ。意外とガードもいいんだよな。課金、はい、終わり。集団のお客さん終了。クロアーナさんね、ある程度買い物すると光るくさびしくれるんですけど、まあ欲しいのないな。他で光るくさびし調達しよう。こいつ猛者なんかな。3発あら、まやば、耐久度半分に減ったんだけど。あいつ硬いんだな。むさぼりデーモンさん行きます。ここはまず樽を倒して、倒してじゃなくて壊して、亡者を落とします。で、黄金松屋に、あ、食ってる食ってる。え、ちょっと待って、私というものがありながら他の亡者を相手にしてるってどういうことですかねえ、むさぼりテモさん。ちょっと待って、私を見て
あう逃さないよ。一生私を見てもらう。すいません、プレイに夢中になりすぎまして。ここをこう来ると、いたね、はしごおじさん。別に猫ちゃんあれば余裕よ、超余裕で。この奥にあるのが光るくさびしよう。降りるのは余裕だが戻れない。まあ猫と同じですね。からのコッペン、リーチ。いやー、なんてことしてくれるんだ。なんかの化石、ありがたさ今ならわかる。ボンファイアリット、毒の妃、ミダス戦いきます。まず魔法を避けて R1521 では、 R2 は果たしてどれぐらいでしょうか。よっと、はい、 R2625。 R2 を撃てれば R2 の方がいいね。ただ一発ずつだ。はい、よっと、ここも一発。はい、あースタミナなかったんだよな。はい、これは後ろに回れば2発のチャンス、仕留めたり。見だよ、その槍で恨みを込めて突くのもいいかもしれないけど、無知でねじわじわやるのもいいぞ。相手に恨みを叩きつけてそしてやるっていうのいかがですか。壊れそうです。よ、鉄条。まず無知の威力だけ確かめる。 R2 一発か。ただ耐久度は、あ、思ったより減ってないな。これだったらちょっとは戦えそうだな。来たなデニス、ここだ。まずは一発お見舞い。めっちゃ食らうが、こっちも食らう。デニスはちょっとやりづらいよな。リーチ行かせる、この辺りでこうパシン。あ、いい、これいいぞ、これいいぞ。まずこう電池上げるでしょ、でかわしつつ、これはやばいっすね、やばいやばいやばい。で引き寄せて、こういうところね、はいはい、で降りる、はいこれはいい。来たなシャロン。だがしかし、まずはこちらを確実にやる。ここなんだけど、多分このぐらいの位置で一方的です。はいはい、あと一発、これもらったな。 R2、 あ、何、さすがにそれはダメだよって付け出し申したか。だが全部倒してしまえばいいのであろう。マグヘラルドさん、草欲しいんだよな、10個。どうする、買うか。チェス、まずここのジャンプをしっかりと決める。で速攻 R2 OK で矢が飛んでくるんで、ローリングを入れつつ、もう1匹を R2 でこの方をしっかりとスタブを取って、よいしょ、倒せる、いいじゃん。からの速攻で R2、 そして矢を避ける。ちょ、タイミングあれだけど、これこのままいって弓を打たせて、しっかりとスタブをはい、しっかりとスタブを取る。どうだ、一体、いきます、溶鉄デモン。まずは R2 を2発入れて、ここかわして、もう一発 R2、 そしてはい、まずエンチャントの時にこの毒投げナイフね、これで毒にする。そしてはい、 R2OKOK いいね、ここ直しておこう、直して入れていく。さあこっからだ、いくぞ。はい、避けて R2、 はい、バンクルが極めてバーン、そして R2、 もう一発いけるか、ほっ、よっ、はい、終わり。サルバーさんの光びたね使ってました。あらの、今回何匹目の呪縛者でしょうか。買っていきます。世界から呪縛者が
いなくなっていく。刃の指輪をプライチでアップデートすると15の火力アップですね。ほんとね、邪魔なのだけ倒していく。はい。からの距離感間違わないように。当たれば一発だ。いや、落ちるんかい。これは上ルートですね。そしてこの辺りはスルーしていきます。華麗なローリングを決め、さっさと上がる。じゃあな。魔力壺余ってます。あげるよ。はい。あ、なんなら全部あげる。あー、全部あげるって。はい、受け取れ全部な。このカメちゃんをしっかりと倒す。はい。ん、ディレイか。振ってこい。何、諦めた。耐久度を持たせてボンファイアリット、グリグリと押す。はい、積極性が大事。鉄の甲いきます。まず毒投げナイフを投げてやる。6発で毒になります。5、6、違うわ、あと1発。これで毒になってますね。はい、これ本体チャンス。700700、1400出た模様でございます。はい、高の怒り。はい、手にバン。これいいね、チャンス。R2、もう一発いける。はい、壊れそう。ここで予備の無知にして、はい、リーチ余裕。これミラに一本あげようかな。恨みを込めて甲を倒してくれ。クレイトン、よく見たら武器は斧使ってるんだな。魔術を華麗に避けてしっかりとアルツを入れる。この間にスタミナを全回復。そして尻尾の位置に陣取って誘発。 OK。 はい、特にリーチは行かせてはいませんが、そして壊れそうです。予備持ってるんで、よっと、切り替えて撃っていく。はい、撃ち放題。よっと、勝ったな。終わりです。壊れそうです。ま、余裕ですね。ゲルムもやりやすいんだけど、スルーしましょう。っていうか何の武器でもやりやすい敵だからな。これ届くかな。よし、いい感じ。このメス豚が、ツースベイチもらっちゃった。さまよい術師たち、いきます。亡者特攻があるって覚えてますか。実はあるんですよ。はい。いいっすね。殲滅だ、殲滅。はい。で、バンを誘発させたいところだが来ないですね。消極的。来た。はい、その間に亡者を殲滅していく。下にも判定ありますよっと。さあ行きましょう。 R2 なんて力だ。そう、亡者特攻なんですよ。ちょっと忘れかけてると思いますが。そしてやってますね。これちょっと注意ですね。うまく当てないと2人攻撃しちゃう謎のプレッシャー。やばいやばい。悪いな、クレイトン。まあ勝ったからいいであろう。からの、ここに炭火松屋に。からの、これがうまく、あ、なんてこった。これ倒せる。やばい、切る。くっ、あー、やっちまった。ま、松明つけたかったし、今度こそ。よし、仕留めた。これが光るくさびしです。ガントレット。っていうか、ちょっと壊れてきてるな。もう半分か。一旦途中まで行ったら戻るか。まあめっちゃ強いんだけど、わざわざ倒すっていうことしなくてもいいよね。で、ここ開けて帰りますか。喪失者とか来なかったな。侵入。帰りまーす。ガントレットつけて、あれ、装備条件筋力12。そうか、多分でもクリティカルは出るんじゃないかな。多分だってスペル回数増えるさ。装備とかは別に能力足りてなくてもスペル増えるじゃんと思うのだが、どうでしょう。甲虫、さっき取った炭松屋に。草も食べると。農夫よ、
それでは遅い。フレイディア戦、行きます。フレイディアは、まあ、いつも同じような戦い方になって、アトラクションのようなボスになっちゃってるんだけど、ただこのね、このリーチ、はい、1、2、2発目は当たんなかったか。これですよ。いつも正面にいて戦うっていうことないでしょ。このビームはまあいつも通りですね。2発入れて、はい、ワン、ここですよ。はい、R1、また来た。はい、終わりです。こんな感じ。目の前にいてさ、正面にいて戦うっていう感じあんまないでしょ。無知だとこれができるんですよ。ジェルドラコ、お前は亡者だな。特攻。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10上げて5の火力アップ。まあ行きますか。他上げなくてもいいしね。とボスソウルを砕いて補充。ダークソウル2の補正ってね、限りなく A に近い B、そして限りなく C に近い B みたいな感じで、同じ B でも補正の伸びが結構違うんですよね。なので実際に使ってみないとわからない。今回で言うと C に近い B ってことになると思います。ベラガー、何者だ。修理の興奮を買うものだ。会いたかった。修理の興奮無限販売してくれるんですよ。あとこれ風解の思考プラス1、耐久度がさらに強くなる。最初のね、4をどう倒していくか、これがポイントですね。でそこを乗り越えれば修理の興奮手に入るんで、そっからはまあ直しながら1本使っていけると思う。この宝箱の中身が光るくさびし。王女落としていきましょう。まずは竜騎兵。ただこの竜騎兵が結構きつそう。1いいね。2体を巻き込んでこれ倒しましょう。まず1体倒してしまって、こっから1対1よっと。1対1になれば、はい、 R2 2発壊れそう。風化1でも壊れそうです。で直して、これね、なんで直すかっていうと、エンチャントがさ、もったいないんですよ。2本目にするでしょ、するとエンチャント切れるんですよね。なので修理して使っていきたいと思う。リーチを生かし倒していく。これ大丈夫だよね。大丈夫です、一応ね。あ、917、今クリティカルの落としたな。611、筋力がまだ11で、刻印のガントレットの装備条件満たしてないんですけど、クリティカル出ましたね。じゃあ上げなくても大丈夫です。あ、ド M の神、ここをねプラス4で、あ、プラス4でも全然いける。これも多分こういうことでしょ。こういうことです。これだったか、これだね。次のお客さんはカガミンですね。R2、 ちょっと外しちゃった、ごめん。鏡外しちゃった。はい、何ですか今の。ノーダメージなんですけど。よっと、ここ R1、 やっと一発。542、よっと、当たってる。はい、 R1、 ここ R2 を入れて雷鳴家についていき、さらに R2OK で、半分ぐらいまで耐久度きたら、ここでもう直すことを考える。ここで直しましょう、早めに。でよっと、来ない。 R1、 よっと、はい、一発。はい、当たってる当たってる。チェインチェイン、危ね危ね。よっと、ここ回復しない、回復しないで雷鳴拳に。これ危ないっす。しっかりと R2、 よっと。で召喚来るか、一発入れて雷鳴拳についていき、 R2、 そして R1OK、 随分遅かったな召喚が。しんどいっすね。鎧着てこうゴリゴリした敵めっちゃ耐久度持っていかれるんだよね。ちゃんと風解もプラ1なんだけど。あま、にゃ、階段降りてここ、これが光るくさび石を。
ね、これで古びた鞭2本目も最大強化できます。古竜院とかもドロップしますんで、まあ、光る草び石の宝庫ですね、アマナは。これも確か光る草び石。一生ダウンするかな。その前に倒しちゃった。はい、リーチ、ヘッドショット。やばい、アマナ攻略向いてんですけど。で、こう来るでしょ、こっから倒す、こっから倒す。意外とアマナ特攻、これ攻略やりやすいね。金泥か、打ちそうな時に逆にこっちがぶってやる。歌うデモン、一系のお客さんですね。間に合わないんで、まず出血じゃないや、普通の投げナイフ投げてからの、あ、ちょっと早かった。で、抱きしめる。そうか、違うんですよお客さん、あなたはぶたれる店に来てるんですよ。出が遅いっすね。これ安全に行きますか。ローリング入れとくからの R1 で遅いんで、堅実な立ち回り行きますか。はい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 、ローリングからの R1。 壊れそう、壊れてます。じゃあ2本目にして、こっちもプラ5だからね。わお、ジャンプがお好きなようで。はいはい、でお顔を開けて、やっと来ましたね。ここワンチャンスよ。2、3、来ない。何発来るか見極めて。今回はジャンピング歌うデーモンっすね。はい、 R2 ジャンプ多かったな今回。あ、すいません、また壊しちゃいました。また相手にしてやろう。さすが頼りになる。不死病、電気を消したプレイがお好みなんですね。ただね、叩く方からすると見えないんで外しちゃうんですよね、きっと。石とかどうなんかな。ああ、やりやすいけど誤爆ありそう。お前より早いんだよな。はいはい、これも光るくさび石だっけ。そうだね、叩かれる方はまあどこ叩かれてもいいかもしんないけど、叩く側としたらケツを狙ったらケツをこうパシンとやんないと。やっぱね、職業のスキルが上がらない。ヴェルスタット行きます。まあヴェルスタット特に優位性を感じないんですよね、無知なので。パリーとかどうかなと思って。はい、いい感じ。これスタミナ少ないんで R2 を一発からの、はい、いいね。これスタミナあるんで1、2、3、いい感じじゃない。はい、これ R2R1 からの、よし、ここで1、2でしっかりと直して R1 連打。よしよし、いいじゃんいいじゃん。ブワン、パリいいね。はい、これどうだろう。1、2、ちょっと早くなったのか。はい、そうみたい。さあ次は月月は無理か、ちょっと月は難しいな。っていうか月だったら歩き回避の R2 これでしょ。 OK、 パリいいね。で2段階目はちょっと早くなるのかな。で月に関しては歩き回避これですね。筋力をね11ちょっと上げたんですよ。何が言いたいかというと、二刀流がこれでできるっていうことなんですよ。ザイン先輩、はい、 L1 ちょっとよく分かんなかったな。はい、 L2575、 これ強いのか。270、あれちゃんと当たってないかなこれ。アンディールの館、二刀流試してみたいよね。ちなみに2の二刀流の仕方はプレスだと三角ボタンを長押し、ちょっとモーション変わるでしょ。これです、エルデンリングとは違うのでご注意を。いや、なんかさ、二刀流弱くねっていう感じがするんですが、いや強いなこれ。 L1 ね、 L2、 あ、強い強い強い、強かった。先っちょしか当たってなかったんかな。いや、ザインだからあんま効かなかった。まあザイン先輩硬い鎧を切ってますからね。
って高地を取らない理由はない。影がかっこいいんだけど、見えない幻影の鞭も飛んでいる。でね、何がしたいかっていうと、これ見えるかな、これ鞭おかしいでしょ、伸びてるでしょ。そう、あのね、かがり火に鞭をやると伸びるんですよ、たまに。ほら、これ鞭じゃなくねみたいな、なんですかこの武器って感じで。これ教えてもらったんですけど、よく配信にね来て遊びに来てくれる方に教えてもらったんですけど、せっかくなんでこの状態で挑みたいと思います。一回振っちゃうとね、終わってしまうんですが、甲虫、そして香ばしく香る粘液、一体僕は何の武器を使っているんだ、それを確かめる戦いです。行きましょう、守り竜。さあ、二刀流の威力を食らえ。 L2385、 これ表記違うな。しっかりと516、ちょっと思ったよりも表記よりも出てると思うが、901、そうだね、はい、385、これ違うね、合計火力じゃない感じが出てる、シングルが出てると見た。ぐるぐるぐる、さあ守り竜、おっとっとっと、尻尾にやられたが、これブレスっぽいですね、やられてますね、ブレス。こうなると何もできない、チャンス、また飛ぶのか。 L2 クリティカル、いやー踏まれちゃったが、なかなか難しいですねこれ。はい、今の L1 ね、片方しか当たらないとやっぱまあ片方のダメージになっちゃうんで、多分 L2 の方がいいと思う。ただスタミナがっつり持っていかれるねっていう感じで、これは古びた鞭です。二刀流にして L2 ってかがり火に攻撃して、かがり火に弾かれた時かなになりやすい、処理しきれなくて戻らないっていう感じなんかな。もう完全に違う武器だよね。ミドターン、この先に餌つけると竜釣れるかな。完全に釣り竿だよね、こっちの方が似合ってるな。餌はアンディール君にしようかな、これ釣れそうじゃない。エルデンリーグでもあったんだけど、くるくる巻いてあるものが伸びたり縮んだりするっていう処理落ちっていうか、こうバグしやすいのかな。ちなみにロードすると治ってしまいます。かがり火で休むのは大丈夫です。このまま戦えると面白いんだけど、一回攻撃すると治っちゃう、こんな感じで。強いんだけど普通に戦えるぞこれ。気が変わった、やろうか L2。 痛い、こういう時昼間したいな、これ石の指輪つけたいな。ちょっと本気出していいですか、やろうか。どこ行った、来い。いや、ちょっとそりゃ無理だな、やっぱりやめた。こうだな、毒投げナイフとかで気づかせて、よし、1対1をやろうじゃないか、逃さんぞ。こういう時は L1 だな。で、振らして L2。 いいじゃん、石の指は効いてると思われる。こう振らしてちょっと当たったけど、パッシン、やばいっす、いや勝つ、あと一発。さあ真剣勝負だ、これは先に行った方が勝ちだな。勝った、こんなにいるんだな、改めて見るとやばいよね。そして戦いすぎてビビってるちゃんと直して、こいつって毒投げナイフでいいんじゃねって思うんだが、どうでしょうか。お、毒になった、いいじゃん、なんかクリティカル出たっぽいな毒投げナイフもクリティカル出るか。はい、終わり、毒投げナイフですね、これ三匹竜、早速装備します。今は石指輪にするか。で、これこうでしょ、当たってる、当たってるね。
さあ来い。かがり火線ではありませんが、はい。あ、いい感じ。よし、二刀流になってさらに本領発揮してきたな。巨人の方行きます。まず衝撃避けて、ここなんですよ。ちょっといつもと違う倒し方します。で、ここまで引き寄せて陣取るのはここ。すると当たらない。なので打ち放題。はい、二刀流の L1 ね。落ちてしまった。これはいかん。一旦戻って、はい、 R2 そして L2 1126。 まずい。これは最強を見せている巨人の、これが最強だ。ちょっと落ちちゃったけどね。シャナロット、ブツよりブタリ感謝。守護者戦いきます。まず2体を並べて、パリを取れなくても大丈夫、取れなくても大丈夫なんです。ほっ、逃したか。密着してれば当たんないんですよ。よし、ここ R2 くっ、よっと。多少ねご利用していかないときつい。よし、当たれ。オッケー。あのジャンプ攻撃よな。そこしかチャンスがない。めったにチャンスがない。2、ここ、はい。で、これを避けられる。いいぞ。はい、これも1、2からのジャンプ来い。エンチャント、はい、一発入れて避ける。よし、うわ、スタミナがないが、これはどういく。はい、よし、ここ、よし、まず1体。まずね、エンチャントしたやつは最強である。こちらはしっかりと避けていきましょう。はい、で、パシン、当たるよね。 OK、 スタミナ回復させて、ここはいかない。ちょっと思った。修理しないと壊れる。うー、危ねえ。よし、行くぞ。行く？これは？なんだそれ。お、回復に行ったのかと思いきや、よし、これ冷静に近寄って、はい、終わり。ふう、じゃあ二刀流にして回復して甲冑使って、忙しいぞ。黄金松屋にからの緑化層が間に合わないので回復する。回復も間に合、あ、回復間に合った。ここで L1OK、OK、ですぐに戻る。で、これをよっと、呪われちゃった。まあいい、これ呪い玉先に消したいところではありますね。よっと、しっかりと消して、近寄ってビーム誘発からの L2 1000出てる。くっ、ちょっといろいろと失敗してるな。回復して近寄ってくる。じゃあどうするか。よっと、 L2 めっちゃダメージいいんだよな。さあ、呪い玉は後ろにいる。そして近寄ってくる。1、はい、 L2 よっと、後ろに避けて、これいいんじゃない。回復入れといてビーム、あの、しんどいっす。しんどいんですが、これはバンですね。違う、ビーム、はい、 L1 スタミナないっす。呪い玉はない。これはビームの位置だな。よし、これ L2、 あ、呪い玉か。で、一旦避けましょう。呪われていく。これうまく消して接近。いやー、きつい。 L2 バー。よし、ここでさらに L2 いきましょう。 L1 壊れそう。しんどい。しんどかった。最後の最後でしんどかったっす。守護者感謝、そっからきつかった。ここがどこだかわかりますか？そう、ワンクラットがいるとこです。ワンクラットってもう
ジャーだよな。もうすっかり忘れてると思いますが、古びた無知って亡者に対してダメージが大きくなる亡者特効あるんですよ。古い祝福が施されており、古い祝福がね。ということで行きましょう。甲虫。巨人のソウルは5個、事前に入手済みです。エンチャント、黄金松ヤニ、そして草、赤涙も今回は流して全力だ。まずは L1、 一発で敵対。これは強いぞ。多分1000ぐらい効いてるな、これ。ブオン、危ない。スタミナがあるときは1392。スタミナがあるときは L2。 はい、こんな感じで、フラッシュって2発目が来ないとき、いいっすね。もう半分来てる。マジか。はい、これ強いぞ、絶対強いぞ。はい、2発目、はい、 L2 1392、いい火力です。はい、終わりだ。バンクラット、特攻が入ってるかはよく分かりませんが強い、それだけは言っておこう。やったぜ、お疲れちゃん。ということで、古びた無知壊れすぎです。長いリーチと超火力で強いのが間違いありませんが、壊れやすいデメリットの方が圧倒的に多いです。メインで使うなら数本用意して風解の思考をつけ、修理しながら使うことになるでしょう。ド S プレイしてるつもりが自分を追い込むド M プレイさせられてます。サブ武器としておすすめですね。リーチと火力は本物なので。ではおすしまでした。永遠に通さない、これがド M プレイだ。古びた無知、年季の入った革製の無知、何の変哲もないものに見えるが、古い祝福が施されており、亡者に対して与えるダメージが大きくなる。生殖の手によるものと思われる。それは慈愛なのか、それとも増悪なのか。特殊効果、亡者に対して攻撃力増。